今年は3月の1日に巳の日があった。今日です、お心みなさいませ。不幸な目に遭っている者がみそぎをすれば必ず効果があると言われる日でございます。賢がって言う者があるので、海の近くへまた一度行ってみたいと思ってもいた源氏は家を出た。ほんの幕のようなものを引き回して仮のみそぎ場を作り、旅の陰陽師を雇って払いをさせた。船にやや大きい払いの人形を乗せて流すのを見ても、源氏はこれに似た自身の惨めさを思った。知らざりし大海の腹に流れ来て、一方二夜は物は悲しきと歌いながら車上の座につく源氏は、こうした明るいところではまして水際だって見えた。少しかすんだ空と同じ色をした海がうらうらとなぎわたっていた。果てもない天地を眺めていて、源氏は過去未来のことがいろいろ思われた。